藤井聡太竜王、名人に聞く AI との向き合い方。史上最年少名人、七冠という偉業を達成し、無人の荒野を進むかのように歴史を塗り替え続けている藤井聡太竜王、名人。日本将棋連盟が刊行する令和5年版将棋年鑑2023年の関東特集ロングインタビューの取材に際して、藤井聡太竜王、名人の回答からにじみ出た言外のニュアンスからインタビュアーが感じた藤井聡太像に迫ろうという連載の第4回です。今回は研究、実践についての考え方を掘り下げて聞いた部分をご紹介します。藤井聡太竜王、名人の将棋観を感じ取ってください。藤井聡太竜王、名人にとって AI 研究は負担ではない。今回、藤井聡太先生にインタビューするにあたって、ぜひ聞いてみたいことがありました。それは、AI 研究の負担について、です。現代大将棋では相手より一手でも研究手順が高ければ、つまり AI が示す最善手や評価値を少しでも先まで知っていれば、それだけで有利と言われます。しかしそうなると、将棋が研究合戦のような状態になってしまい、棋士は日々研究に追われることになります。現代の棋士にとって宿命のようなものかもしれませんが、この大変さについて藤井聡太先生はどう考えているのか聞きたいと思っていました。思うのですが、相居飛車の場合、同じ戦法を先手でも後手でも指すことになりますよね。藤井聡太、はい、そうすると、同じ戦法の中で先手番の研究と後手番の研究を並行して行う感じになるのでしょうか。藤井聡太、定石を考えるというのは戦後どちらの立場でも有力な手を考えるということなので、どちらかをよくしようという意識はないです。特に角換わりなどはシンプルに定石を考えているという側面が強いです。定石を考えている。なるほど、どちらかの手番に偏って考えているわけではないのですね。AI が登場したことで今の棋士は研究が大変になったということを耳にしますが、藤井聡太先生もそう感じますか？藤井聡太、それは特にはないです。え、そうなんですか？藤井聡太、自分の場合、一局ごとに作戦を立てるということはしていないので。驚いたことに藤井聡太先生は、研究を大変だと感じていませんでした。研究が大変なのは当然で、その中でどうやって工夫してやっているか、という話になると思っていたので、そもそも大変だと思っていない、というのには衝撃を受けました。話の続きをご覧ください。常にまんべんなく定石を考えている、ということでしょうか。藤井聡太、そうですね。直近の対局にそれほど関係なく定石の作成と更新をしているという感じです。すごく大変なことをしているのに藤井聡太先生が大変だと思っていないだけ、という可能性もあるのかなと思ったのですが。藤井聡太、いや、一局ごとに作戦を考える方に比べれば、自分の方がやることは少ないはずです。作戦の意図というか趣旨を生かすにはある程度深い理解が必要なので、毎回違う作戦をしようと思うとそこでの大変さは出てくると思います。自分の場合は定石作成は定石作成として行っていて、実戦で有利に立つためにやっているということではないので、そこは負担ということはないです。つまり、藤井聡太先生は00戦の第三角局はこの作戦で行こう。そこで優勢になるように研究しておこうという動きをしていないのですね。自分の中でひたすら定石作成をしていると。相手は相手。想定しても仕方ない。大変興味深いお話なので、もう少し聞かせてください。定石作成は負担ではないということですが、とはいえある程度幅広い線形で定石を作成しているわけですよね。藤井聡太、そうですね。ただ、これまでも定石作成をやってきたので、部分的に見直すことはあっても一遍に全部変えるということはありません。なのでそこに特に比重を置いているということはないです。なるほどのロジカルな回答です。定石作成は秘伝のタレのように継ぎ足し継ぎ足しでやっているのでそんなに大変ではないのだと。じゃあ、自分の定石より相手の研究の方が先に言ってたらどうするんですか、と聞きたくなりました。
実戦で藤井聡太先生の定石の範囲より相手の研究の方が少し先まで行き届いていた場合は、若干指しにくいということになるのでしょうか。藤井聡太、戦後どちらかによります。後手番であれば定石を抜けた局面が互角であれば仕方ないので、相手の研究が深くてもある程度受け入れることになると思います。なるほど、どちらが先まで行っているか、というより抜けた後の形勢が問題だと。藤井聡太、なんというか、自分は自分ということですね。あらかじめ相手より深く研究しようと思っても、それはやってみなければわからないというか、相手が何を指してくるかはわからないので、想定しても仕方ないのかなと。自分は自分で定石を作っておいて、そこを抜けたらあとは考えればいいと思っています。相手の研究が自分の定石の範囲を超えることを藤井聡太先生は問題視していませんでした。定石の範囲内であれば少なくとも互角ではあるので、そこから先はその時に考えれば良いという発想。相手が何を指してくるかどうせわからないので、自分は自分で定石の範囲を粛々と広げておきますよと。中黒、でも待ってください。定石を抜けたところが互角の局面なのはいいとして、そこから形勢を維持するのがとても難しかったらどうするのでしょうか。例えば、角換わり腰掛け銀などで互角を維持するのはこの一手だけで、それ以外は急転直下で悪くなるということはよくあります。また、相掛かりなどの手の広い場面で最善手を探し出すのが非常に難しい場面もあります。そうなるとやっぱり研究が行き届いている方が有利なんじゃないかなと思いますよね。それが次のテーマにつながっていきます。定石を超えたとき、指針を持って判断できることが重要。次のテーマは、局面の理解です。藤井聡太先生の口から何度か出たことがあるフレーズなので、聞いたことがある方もいるかもしれません。以下のやり取りをご覧ください。豊島先生との第63期王位戦七番勝負、2022年6月から9月についてのお話です。王位戦を振り返っていかがでしたか？藤井聡太、この王位戦はすべて角換わり、特に角換わり腰掛け銀になりました。シリーズを通して戦型に対する理解を深めることができたと思います。中盤以降も難しい将棋が多く、自分としては収穫の多いシリーズだったかなと思っています。最近先生のお話の中で戦型に対する理解、あるいは序盤の局面に対する理解が深まったということをよく聞くように思います。局面の理解が深まるというのはどのような状態のことでしょうか？藤井聡太、そうですね。局面とそれに対応する指し手を知っているということだけではなくて、その局面において自分で判断の指針を作って指すことができるということが重要かなと思います。そのためには、ある程度経験も必要で、そういう意味でも王位戦で角換わりを多く指してつかめた部分はあったと思っています。判断の指針を立てることができる状態、というのは、考え込む。藤井聡太、なんというか、角換わりなどは定石化が進んでいて、そこを抜けた後が非常に難しいことが多いので。逆に、指針が立てられないと何もわからなくなってしまう、ということはあります。判断の指針というのは形勢判断のことでしょうか？藤井聡太、形勢判断もそうですし、その後どういう方針で指すかということですね。なるほど、言語化できているというか、最善手を知っているだけではなくて、その後相手にどんな手を指されても大体対応できる状態というか。藤井聡太、そうですね。局面の急所というか重要なポイントをつかんでいる、ということですかね。だから定石の範囲を超えられても大丈夫、ということにつながっていくんでしょうか。藤井聡太、現状では大丈夫、ということはないんですけど、そういう状態になればいいとは思っています。深いですね。ありがとうございます。長く引用しましたが、局面の理解ということがなんとなくお分かりいただけたかと思います。局面の重要なポイントをつかんでいれば、そこから類推して、定石を外れた未知の局面でも対応できるわけですね。公式戦がそのまま対人の研究になる。では、局面の理解を深めるにはどうしたらいいのでしょうか。
今の話とつながるかもしれませんが、対局相手の豊島先生は勉強の仕方を少し変えて、対人対局の機会を増やしたと言われています。昨年、伊藤匠先生も AI の研究だけではなく、人と指して見ることで理解が深まるということをおっしゃっていました。藤井聡太先生も同じ考えでしょうか？藤井聡太、それはそうです。定石を見ているだけではなかなか理解が深まらないですし、対局するにしてもソフトと指すという方法ももちろんあるんですけど、人と指した方が、お互いの指し手の意図がぶつかり合う形になるので勉強になるところは多いかなと思います。なるほど、人間の場合は文脈というか、理由があって指しているので、自分の持っている文脈にも影響が出やすいというか。藤井聡太、そうですね、はい。対人で勉強する割合を増やしたい、または減らしたいということは今はありますか？藤井聡太、いや、今は特にないです。これまでもそうでしたが、4月以降も公式戦がコンスタントにあると思うので。なるほど、実戦が対人の機会になるということですね。局面の理解というのは AI の評価値ではなく、それを人間の言葉に翻訳して汎用化したものなので、人と対局することで自分の理解と相手の理解が衝突し、より進化させることができる、ということなのでしょう。だから手島先生との王位戦で角換わりを繰り返すうちに、理解を深めることができたわけですね。定石作成が AI 的、数学的、量的なものであるのに対して、局面の理解は人間的、言語的、質的なものであると言えそうです。そしてその2つを掛け算した面積が強さになるのだと思います。図で示すとこんな感じです。AI の定石を覚えているだけではその強さはペラペラな状態で、そこに局面の理解が加わることで厚みのある強さになって、未知の局面でも対応できるようになるというイメージでしょうか。藤井聡太先生はこの面積を横方向と縦方向の両方に日々広げていっているのだと理解しました。たまに、将棋は AI の暗記ゲームで藤井聡太は暗記力が高いから勝っているだけという人がいますけど、この話を聞くと全然そうではないことがわかります。藤井聡太先生が、将棋はそんな単純なゲームじゃないんだよ、ということを示してくれたように思います。